試合の感想をお願いします。まあちょうどパンチが決まってよかったです。はい、KO 勝利で宣言して KO したっていうのはお自分の中で確定してたんですか？まあ、KO はしたかったですね。まあ10秒、30秒以内にはしたかったんで早くできてよかったです。早かったですよね、結構開始早々 で、ね、よかったです。ああ、お疲れ様でした。ダメージ残ってらっしゃいますか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、平之助選手へおことお願いします。まあ、強かったです。で、自分が弱かったです。応援してくれた皆さん、すみませんでした。選手の今後の目標や展望やブレイキングダウンでの目標ありますか？はい、上田選手の今後のこれから先のブレイキングダウンでの目標をお伺いしてもよろしいでしょうか？まあ、また、出れるなら一から鍛え直してもう一回リベンジしたいですね。はい、ぜひこの今日見てくださった視聴者の方に伝えるとしたら何を一番伝えるでしょうか？自分の自分に期待してくれてありがとうございました。結果を残せずにすみませんでした。はい、こちらのカメラに応援してくださったファンの方々へ一言お願いします。もっと強くなってまた見せれる試合できるように頑張るので、またよかったら応援してください。よろしくお願いします。試合を終えていかがでしょうか？まあ、無事勝ったのはいいんですけど、まあ、向こうも納得いってなかったと思うし、まあ、僕も KO で勝ちたかったので、また次戦うことがあったらしっかりとした勝ち方をしたいです。アッキー選手に今伝えたいことはありますか？またやりましょう。またやりましょう。ぜひ、はい、警戒してよ。手を出しづらそうでしたが、パーキー選手の何に一番警戒しましたか？もう右クロス狙ってるというのが分かってたので、で膝も飛び膝とか来るなと思ったので、あんまりいつもみたいに深入りして入るとカウンターが膝が来るなと思って、でまあ飛び膝とか実際打ってきてたので、あれは想定内でしたか？やはり。そうですね。来るとは思ってました。でまあ、なんとか勝ったようになったんだと思います。よかったです。はい、1ラウンド2ラウンド目と動きがない展開でしたが、3ラウンド目流れを作るために何を考えましたか？まあ、フェイント使って入っていこうと思ったんですけど、やっぱお互いが多分カウンターマッチの選手だったんで、そうですね、お互いなんか一発来たら打とうと思ってたら、まああいうやっぱ膠着状態になっちゃいました。はい、前回勝つ試合をファンの方に見せられなかったから、今回は絶対見せるという強い気持ちがあったかと思います。今回試合内容を振り返ってみていかがですか？まあそうですね、本当はもっとしっかりとした勝ち方をファンの方たちに伝えたので、まあ、自分自身納得いく形ではなかったんですけど、まあ、とりあえず勝てたので、そうですね、勝利いたしましたね、まあ、今回は、はい、まあ、今回無事勝つことができてございます。また次戦う機会があったら、今度はもっとしっかりとした勝ち方を見せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。